すがに疲れた。朝帰りなんて久しぶりだな。あの頃は朝帰りなんてしょっちゅうだったっけ。ただいま、母さん。おかえり、龍馬。待ってなくてもいいと何度言っても、母さんは必ず起きて僕の帰りを待っていてくれた。自分も夜遅くまで働いて疲れていたはずなのに。そんな母さんが死んだ。悲しいはずなのに涙は出なかった。心にぽっかりと穴が開いたようだった。ただいま。仕事を終えて誰もいない家に帰る。最初は寂しかったけど、いつの間にかそれが当たり前のことになって、失ったものは帰らない、そう思っていた。ただいま。おかえりなさい、龍馬さん。おかえり。おかえりなさい。おかえり。ご苦労じゃったな。おかえりなさいませ。お荷物をお預かりします。お食事の用意ができています。先にお風呂になさいますか。龍馬さん、どうしました。龍馬くん、大丈夫。どこか悪くしたのかい。いえ、なぜか昔のことを思い出して。昔の。僕の帰りを待っていてくれた家族を。龍馬さん、すみません。大丈夫です。大丈夫。いいの、いいのよ。家族と思っていただいて嬉しいです。涙が止まらなかった。とっくに失って、もう手に入らないと思っていた温かいもの、新しい世界でそれに触れることができて胸がいっぱいになってしまった。